都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。はい、どうも、トシボーイズ、岸本です。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。どうも、トシボーイズの林康弘です。よろしくお願いいたします。はい、トシミナティでございます。はい、お願いいたします。今日ですね、はい、まあ、今日というか、もう日またいでるので違うんですけれども、11月の30日というと、うん、あの、水木しげる先生の、はい、命日なんですね。はいはいはい。ですから、あの、僕ら夫婦で、ゲゲゲキと言ってですね、まあ、あの、スタンプラリーだとか、あと、ゲゲの鬼太郎の昔の、まあ、名作なんていうのを映画館で上映しようじゃないかっていうような、イベントが、試みがあるんですね。はい、ありまして、はいはい、で、まあ、僕と奥さんも行かせてもらって、スタンプラリー参加したんですね。はいはい。で、まあ、スタンプラリー参加していたんです、ちょっと参加する時間が遅かったので、仕事終わりやったので、だから、もう全部は回れなかったんですよ、スタンプラリー。ああ、そうなんだ。ね、うん、なんか変な時間帯に、調布の駅前で終わっちゃったから全部がね、うん、だからどうしようかなーって言ったら奥さんが、うん、ちょっと行きたいとこがあるっつって、はいはい、で行ったのがなんかバスボムとかなんつうんだっけ、奥さんが行きたいってなんかそのサボンっていう、うん、なんかあのバスボムとかあとハンドクリームとか、うん、まあ、美容系みたいなんですよね、はいはい、それがまあすごい有名 なんかイスラエルが本場なんですって、本社があって、はいはいはい、でまあ人気があって日本にもってな感じのとこなんです、うん、まあ、ちょっと高級なとこなんですよね。まあ女の子はね、うん、好きな感じのとこでしょ。で、そこ行かしてもうて、うん、そしたらね、壁にぐわーっともう一面全部なんかハンドクリームやら、フェイスクリームとかなんですよね。はいはい、うん、で、まあなんかお探しですかって言われてて、うん、まあいろいろ探しますって言ったら、あの、スクラブ、うん、ちょっと体験してみませんかって言われて、はいはい、で奥さんにスクラブとか使い方知ってますかって言ってたんですよ、うん、その人がね、うん、うん、あ、はい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 って言ってて、でそのあ、じゃあ旦那様はって言われて、うん、僕スクラブが何かも知らないですって言って、うんうん、あ、ほんまですかみたいな、じゃあ行きましょうかって、じゃあ奥さんは知られてるんですもんねって言ったら、そこで初めて奥さんが、さあ、あの、知らないっす。だろうね。え、なんで嘘ついたこいつ。そうだろうなと思ったわ。うん、知るわけねえと思ってた。ほんまですかみたいな。ほんな使い方ちょっとレクチャーするんで、うん、やってみませんかって言われて、それでもし自分に合うんだったらば買ってみてくださいって言われて、はいはいはい、わかりましたって言って、ふーっと言ってね。うん、で、なんかスクラブ言うて、うん、なんかあの、ザラッザラのなんかさ、塩みたいな。うん、うん、粒ね。そう、粒のこと、粒をさ、うん、その手にぐーっとまんべんなくうーってやっていくのよ、うんうん、どんどんさ手がもう綺麗になっていくのが分かるのよ、なんか角質がね取れたりとかだっけ、喜んでんのよ手がね、うん、手うーっとして綺麗綺麗になるのよ、うん、でまあその女性の方がね、うん、どうですかって言われた時にもう初めて、うん、生まれて初めて僕はこんなに手綺麗になったから、うん、スペスペになったから、うん、なんかテンション上がってもうて、うん、言ったらいけないこと言っちゃったんですよね。 なんてキスするかってね。それはマジで良くないっすね。じゃあ奥さんがね、はってなりますから、浮気やん、なんなんそれって、うん、なるわ、なりますよね、なるな、だから僕こう言ったんですよね、うん、中で無精しろ、ね、いいや、より頭おかしいですよ。どういうことですか。そう。で、どういうことってなってたんですよ。うん、で、二人に向かって僕言いましたよ。ゴールデンタイムへようこそってね。ずっと頭おかしいですね、あなた。あ、すいません。うん、あ、なんすか、それ。嘘っす。嘘です。言ってないっす。嘘っすよね。本当言ってない。すいません。これフレディ・クルーガーっていうエルム街の。悪夢の、うん。フレディの、言った言葉、決め台詞みたいな感じですね、はい、ですね、うん、だから中で無制しろとか、うん、ゴールデンタイムへようこそっていうね、うん、これはエルム街の悪夢の3かな、うん、あ、そうなんですね、うん、本当は違います、本当は、うん、なんて言ったんですか、生まれてきて一番手すべすべですって言いました、うん、うわ、誰もが言いそうなこと言ったんだね、すぐ笑ってました、あ、女性は、みたいな、実際本当にそんな感じなんですね、うん、いやマジすべすべ、ほんますべすべ、今だからすごいすべすべの手でお送りしてます、なるほど、はい、うん、まあよかったですわ、すべすべなって全然興味ねえな、いやいやいや、行きますか、はい、じゃあね、はい、うん、教えて都市伝説、
はい。この企画は、我々が話したい話をするような、まあ企画なんですけれども、うん、最近のオカルトニュースってやっぱりナンバーワン、一番注目を集めているのは、うん、モノリスでしょう。ああ、モノリス。ああ、はいはい。ね。なるほど。モノリスですよね。うんうん、アメリカの西部ユタ州南部の砂漠地帯で、うん、正体不明の金属製の柱がね、うん柱うん、発見されたんですよ、うんうん。また見られましたよね。見た見た。ね、うん。なんかほんまに映画みたいよね。てか映画のモノリスだよ。あれも、まあね、完全に。そうそうなんですよ。うん、で、まあ、世界中の未確認飛行物体、UFO のね、うん、ハンターとか、陰謀論者、そして映画監督のスタンリー・キューブリックのファンらもですね、うん、想像力をかき立てていると。うん、じゃあなんでこんなものが見つかったのという話なんですけれども、うん、まあ柱はですね、三角柱の形状で赤い岩の地面から高さ約 3.6 メートル。かなり高いですよね。うんうんうん、それがドンと急に突き出ていると。うん、なんやこれと、うん。で、地元の当局が18日上空から大津の羊の数を数えていた時に見つけたんですね。なんか観測してたってことですね。そうなんです。何匹いるんだろうと、うん、何頭か、うん、何頭いるんだろうと数えていたら、うん、あれちょ待って待ってみたいな、何これみたいな、羊じゃのってその奥見てみってなって、うんうん、どこですかって見てみたらドーンと 3.6 メートルの、うんうん、まあ鋼鉄の柱が立っていると、 なんだこれと。で、調査のために着陸したユタ州の公安局の職員らはですね、うん、地面に建てられた金属製のモノリスがあると、うん、なんだこれと、うん、で誰が建てたかを示すちょっと示すものがあるのかなと、例えば名前が彫ってあったりとかかなと思ったけれども、全く何、ただの金属の柱なんですよ。うん、でもなぜこんなところにと、うん。で、公安局は23日の発表で、許可なしに連邦当局の管理する公有地に構造物または芸術作品を設置するとは、どの惑星から来ていても違法だ。例えば人間じゃない宇宙人の人としても、これはもう違法だと、誰の土地にお前こんなもん建てとんじゃと、まあ冗談を交えて指摘するんですね。だから、まあほんま自分やったらもう早くに言ってって意味ですよね。冗談っぽく。で、柱発見のニュースはすぐにインターネット上で拡散されます。で、キューブリック監督の名作 SF 映画の2001年宇宙の旅に登場する奇妙な物体モノリスに似ているとの投稿が相次ぐんですね。だからまあスタンリー・キューブリック監督のまあファンがそれでねちょっと騒いだと、うん、そうだろうね。映画では地球外からやってきたこの物体により人類の進化が飛躍したという筋書きになってるんですよ。だからこれからもしかしたら人類の進化が訪れるんではないかみたいな感じで、うん、まあオカルトファンたちは盛り上がったんですね。わかるわかる。で、うん、今世界が新型コロナウイルスに見舞われてますけれども、うん、その中で見つかった柱、うん、だから何かもう普通の柱じゃなくって異なる機能があるんじゃないかと。機能、うん、例えばどっかのボタンを押せばとか、はいはいはい、なんか ね起こりそう、ね、そうなんですよ。でインスタグラムではこれは2020年のリセットボタンだ誰か早くこのボタンを押してくれないとか、うん、近づいてみるとコロナワクチン在中と書いてあるんじゃないか、ああなるほどね、とかね、もしかしたらここからコロナウイルスというものがふーっと散布されたんじゃないかというコメントがまあ投稿されてるんですよ、うん、で柱を上空から見つけたパイロットは、うん、どこかのニューウェーブアーティストの作品ではないかと推測するんですね、うん、アーティストがなんか面白い半分でここに自分の作品を建てたんじゃないかみたいな、ね、ちょっとゲリラ的なね、そうなんです、チンポムみたいな。ユタ州に近いニューメキシコ州に、うん、まあ、一時住んでいた前衛芸術家のジョン・マクラッケン氏、うん、2011年に亡くなっているんですけれども、その方の作品とかなり似ているんじゃないかなんて指摘する人もいるんですね。おー、だからもしかしたらオマージュとか、あー、なるほどね、そんなんじゃないかっていうところまでの情報やったんですよ、うん、それが、うん、ちょっとまあ話変わりまして、うん、モノリスはね、うん、まあそういうニュースが上がりまして、どこかわからないじゃないですか、どこどのあたりか、まあ、ユタ州の砂漠地帯と分かったけれども、そうそうそう、だけれども住所も別に書いていないし、ね、うんうん、じゃあどうやって行くのわからないよねってなってる時に、いやいや俺がここ発見しようじゃねえかと、うん、ニュースのこの場所に行ってやるよっつって、最初の人がたどり着くまで48時間、おお、
探した人がいるんですよ、どこだっつって。2日かけた。写真撮ってるんですよ、うん、これ。あったーって。一般の方が。ここに最初に行くと決めた。この物体が自然に隠れて5年間も損なったことに興味を惹かれたと、元米軍陸軍の歩兵将校のデイビッド・サーバーさん、さっきの写真です、うんうん。その人が、じゃあ俺行ってやるよっつって、夜通し6時間車を運転して探して、見つけるっていう。簡単に見つけてるんですよ。だから多分元米軍の、まあ、軍隊の人だから、うん。まあまあね、普通の人よりかはね、勘がいいだろうし。あると思うんですけどね。だこれすごいなーっていう話なんですよ。で、実は衛星とかにもちゃんと映ってるんですって。ね、うんうんうん、で、またですよ。うん、そのモノリス。うん、まだ展開あんの。突然姿を消してるんですね。ええー、そうなの？そう。それ知らないわ。あ、本当ですか。うん。今亡くなってるんですよ。そうなんだ。そう。ユタ州土地管理局によると、うん、モノリスが消えたのは11月27日。だから25日に、こんなんありますよって言って、2日後にはもう、もうなってるんですよね。うんうん、だからさっきのデビッド・サーバーさんが行ってすぐ後、うんうん、亡くなってるんですよ。モノリスと呼ばれる違法建造物が土地管理局の公有地から何者かに撤去されたという、信用できる報告を受けました。うん、この建造物は私有財産と考えられており、土地管理局は撤去しておりません。ちょ、俺 そこがやったんだなって思ってたわ。今撤去はしてないです、ね、誰かが撤去したんですね。取ってったのかなんか分かんないけど、うん、で、マジで誰か分かんないんですよこれ、うんうん、で終わってるんですよ、ね、うんうん、でここまでが今最新のニュースなんですよね。それ知らなかった。そう、どうなってるんですよ。なくなったんだ。しかもそれを撤去したのは誰でもない。わからない。ないんだ。そう。僕も亡くなったと言った時に、うん、多分これ国が撤去したんやなと。そうね、で、その一般のそういうニュースサイトとかが亡くなったぞって言って、ただ盛り上がってるだけなのかなと思ったら、このちゃんと当局も知りません。多分撤去されたんですって言うてるんですよね。じゃあ誰か持ってるかもね。そうね。ファンが。来たやつがね。そうそうそう。そうじゃないかな。そんな持って帰れるレベルのものなのって思った。いや、めっちゃ重さとかもそうだし。3.6 メーターあるんでしょ、だって。うん。一人じゃ無理じゃないと思うんだけど。だからかなり大きいトラック持ってきて、とかね、ポンと掘り込んで、行くしかないからね、うん。何人かでやったかとかもね。いや、そうよね。という、まあ最初のやつ。だからもしかしたら、次は誰かのか家の前にポーンってやってとか、うん、かもしくは可動式かもね。動くってこと？動くタイヤついてて下にとか、あと地面にこうシュンってこう、ああそういうことな、沈むとか、なんか仕掛けがあるのかもしれない。確かに確かに、まあ、そういうねちょっと夢が広がる、なくなった方が面白いよねこれね。なくなった方が面白い、うん、ね、面白いですよね、というようなまあものがありました。そうなんだ。今そうなんですよ。ナインスだから今はね、うん、次の展開がちょっと楽しみ。そうそう。で、ちょっと、僕、他に気になっているニュースがありまして、うん、それが、腹痛を訴えていた12歳の少女が、うん、とんでもない理由で腹痛やったというニュースが今、流れてるんです。少女？少女が。腹痛？ 12 歳の女の子がね、うんうん、お腹痛いお腹痛いと、その原因なんぞやとなった時に、うん、それが分かった時、うん、これはニュースサイトに載るぐらい、えげつないことやったんですよ。はい。ロシアの、ブリヤート千葉共和国にある小児科の医療スタッフが、この腹痛の症状を検査したところ、うん、胃袋にあるものがあったと。で、それでびっくりして写真撮ってあげてるんですよ。うん、さあ、そのお腹の中にあったあるものとは何でしょう？星クイズ。あー、あれじゃない、モノリスじゃない。なけねえだろうが 3.6 メートルの巨人じゃねえか。ここに行き着いたんじゃない、うん、モノリスが腕上げたやん。モノリスではございません。12歳でしょ。いや俺最初だから妊娠系なのかなと思ったんだけど、違います違います。ヒント行きましょうか、うん、ちょっとこれじゃわからないですよね。ヒントは1個の答えがあるんではなくて大量の何かがあった。1個の答え、大きいものがあるんじゃなくて大量の何かがあって腹痛だったっていう。虫じゃない？あー違います。生物系じゃないのかな。生き物ではございません。まあある意味生き物なのかな。でもなんだそれ、ある意味生き物。でも生き物の図鑑には載ってないですね。へー、はい、なんだそれ。微生物だ。いや違います違います。えー、写真も撮られてるぐらい、もう結構なもんです。あ、そっかそっかそっか。はい、結構な大きさのもんです。大量の丸々。
言いますか？ああ、全然わかんない。大量の髪の毛の束。は？見ますか？それがカチカチに固まってたんですよ、これ。はぁ？ 12 歳の女の子のお腹の中には、大量の髪の毛の束。髪の毛なの？髪の毛なんですよ。固まってんですよ。中の中で。溶けずに。うん。X 線検査の結果、少女の胃の中には、胃袋の形をした髪の毛の束が。それ胃袋の形なんだ。だからもう丸々だったんですよ。髪の毛がね、大量に。で、取り除くために即手術を行って、これらを除去するのに成功したという。じゃ、胃袋切ったのかな？じゃない。だってもうむちゃくちゃごついんですよ。口から出ないよね、それ。そう、これほんまに胃袋の形した髪の毛なんで、うん、どうやって調べたら出てくるかわからないけど、胃袋、スペース、大量の髪の毛の束で出てくると思う。いや、見てほしい、これ写真をね。ああ、見てほしい。もう胃袋の形やもん、これ。てか、絶対髪の毛ってわかんない、うん。ストマックヘア。普通に、うん、普通見たら、なんかの糞だなって思う感じ。そうね。うん、あともう捨てられたシビンとかね。うん、形からですね。っていうふうに思っちゃうんですよ。原因なんだよ、だから。これですよ。え、違う、うん、なんでそうなったの？書かれてないんですよ。多分飲んでんでしょ。いやいや、で、なんないでしょ。飲んだって。それがね、それがね、あなた、その、食べる、髪の毛を食べる癖って実は結構いるんですよ、うん。知ってるけど。で、僕も、知り合いにね、うん、中学生の時の知り合いで、同じ名字の早瀬くんって子がいてね、うん、急に中学1年生の時ですよ、うん、お腹痛い、お腹痛い、お腹痛いって言い出して、うん、え、どうしたのって言って、うん、ちょっと病院行こうってなって、急にもう、暴れ出したんですよ、うん、お腹痛いって言ってうわーってなって病院行って帰ってきてどうだったのってみんな聞くんですよ、うん、たらお腹の中に大量の髪の毛があったっつって同じじゃんその子坊主なんですよ、うん、でなんで坊主かって、うん、虫食っちゃうからなんですよだから坊主してたんですよでも、もう髪の毛坊主する前に虫った髪の毛が溶けずにお腹残ってて、うん、その子もお腹の中にもう玉になってたっつって胃袋の中に食うんすよ。なんかそうそう、なんか病気っつうかさ、そのあんだよね、食毛みたいな。うん、そう、だから、おそらくこの人も、それは知ってるけど、食っちゃってるんだと思いますよ。溶けないのだって。溶けない。だって、中国でも15キロの髪の毛の束見つかったっていうふうに言いますし、溶けないやと思いますよ、髪の毛って。そうなんだ。酸では。だって、強い酸入れて、なんか、まあ、ね、髪の毛なんか染めたりとかいろいろしてるけど、溶けないじゃん。うん、だから、溶けないんじゃないかなと踏んでますけれどもね。はあ。最後のニュースです。最後のニュースはね、もう今日なんですよ。今日起こったことなんですよ。だから12月、うん、11月30日ですね。11月30日の午前6時45分頃です。うん、愛知県岡崎市のですね、うん名鉄名古屋線、なんて読んだ？宇都駅かな、うん、宇宙の宇に頭。うんうん渦駅かな、ねうんねうん、構内に人の足が落ちていると関係者から110番があった、うん、全然岡崎署によると、うん、ホーム横の線路上に、うん、線路上上に、うん、両足の膝から下の部分があった、うん、っていうんですよ列車と接触した可能性があると見て調べているんだけれどもそうそう人身事故っぽいねそれだけれども、うん、他の体が今のところですけれどもまあ見つかっていない、うん、っていうんですよ、うん、これすごくないですかすごいっていうかお前なんでとしか思えでも単純に人身事故が近くであったりとか、うん、そうですね過去っていうか、うん、ちょっと前にあって、うんうん、なんか、亡くなってたとか、で、風で飛んできたのわかんないけど。まあわかんないけどね。とかじゃないと、うん、なんか、ないよね、理由。そこに捨てるっておかしいもんな。まあね、その後の情報を、まあ、見てみると、うん、体の一部は見つかってるんですって。一部だけ。足以外のね。足以外の一部が見つかってるけれども。見つかってるってのは線路でじゃない線路ででしょう。で、じゃあやっぱりなんかそうだよね。まあ、同署や名鉄によると見つかった両足は靴を履いた状態。性別は不明。うん、で、無人駅なんですって。ああ、そうなんだ。午前6時半頃に両足を見つけた利用客が近隣駅の駅員に電話で連絡して見つかったという。う
それ見つけた時ゾッとするな、ね、足入った靴がだって線路上置いてあるんですよ、ポーンと。多分だから靴だって思って近づいたら足だったんだろうね。あ、そうやわ、絶対ゾッとするわ、それ考えただけで怖えわ。ほんでそれどうやったんかな、その足で男性か女性か分かんないじゃん。うん、分かんない。スニーカーとかないよね。靴の種類、うん、そうだよね、うん、そう、靴の種類である程度分かりそうだなって思ったけど、ね、うん、っていうちょっと恐ろしい、なんか都市伝説の始まりになりそうな。もうでももうクライマックスでしょ。俺それ以上のこっていう話がないんじゃない。あれなんか穂坂さんのさ、あ、穂積さんか、うんうんうん、穂積さんがなさ書かれてるこの怪奇事件誌の中でも、うん、なんか腕、うん、腕が大阪駅で見つかったみたいな、うん、電車かなんかにひっついて乗っかってて、うん、ふーって来て、で大阪駅かなんかでお客さんが、うん、え、待って、腕乗ってないって言うて、片腕だけ、うんうん、乗ってて騒ぎになったっていうみたいな話があったんですよ。へえ。でそれで、体が見つからないみたいな、うん、残りがね。そうなんですよ。でその時間帯の前の調べていっても、うん、どこでもお客さん跳ねられてないんですよ。うーん、じゃあどこでってなって、うんうんうん、後で分かったのが、うん、岡山で、うん、駅員さんが誤って落ちてて、そこをガーンと引いちゃって、うん、お客さんじゃないから分かんない、分かんなかったっていう、利用客じゃなかったから分かんなくて、でその腕が跳ねられてちぎれちゃった腕がそのままその電車に乗っかっちゃって、うん、大阪駅まで着いたっていう。そう、確か本当それ、そんなことある、片腕の一人旅みたいな、確かそんなタイトルやったような気しますね、うん、あ、そう、穂積さんのやつちょっと見てみよう。うん、確かかわいい。じゃあ下手したらあれよね、その足だけのやつもどっかから運ばれてきちゃった可能性はなくはないわけよね。乗っかってて、たまたまその止まった時に落ちたとか、ね、無人駅でポトーンって落ちたのぐーっといったかもしんないっすよね。その列車にまだあんじゃねえのって思っちゃうけどね。どうやとか残りのパーツ乗っかってるってこと。そうそうそう。調べるでしょ、だってでも怖いよな。でその線路上にあんじゃない、線路なんかさ駅ごとに。ちょっとあんま俺知らないですけど、見てないから、うん、鬼滅っぽいな。そう。で電車の中映画の。いや多分ね、うん、全然違うぞ。あ、違うんだ。そんな話じゃないの。うん、あれ、あ、そうなんだ。パーツは別にあんまり。うんうんうん。ちょっと今すっごいヒットしてる映画と絡めようと思ったけど、うん、大外ししました。そうですね。慣れないことはしない方がいいと思います。見てないんですいません、うん、まあというですね、ちょっとまあいくつか今回都市伝説、今気になってるね、都市伝説というか、うん、まあ情報ですね、うんうん、ニュースで今話題になってる情報をいくつかご紹介させていただきました。以上です。ありがとうございました。